オリオールパークアットカムデンヤーズはアメリカのメリーランド州ボルチモアにある野球場 MLB のボルチモアオリオールズのホーム球場であるエベッツフィールドをモデルにしたこの球場はレンガと鉄骨を組み合わせた外観左右非対称のフィールドなど新古典主義を初めて取り入れた球場として知られる建設年のアーバンデザインアウードを受賞するほど高い評価を受けたこの球場は 21世紀のフィールド・オブ・ドリームスとも言われ、その後の球場建築に大きな影響を与えた。また、マーケティングの面でも画期的な試みを行った。オリオールズの本拠地であることがわかりやすい。オリオール・パーク、ボルチモアで生まれたベイブ・ルースにちなんだ、ベイブ・ルース・スタジアム、建設地に以前あった、奏車場の名前から取った、カムデン・ヤーズ、前の本拠地球場と同じ。 メモリアルスタジアムなどが候補に上がった。球団オーナーのエディ・ジェイコブスは、オリオール・パークを、メリーランド州知事のウィリアム・ドナルド・シェイファーは、カムデン・ヤーズをそれぞれ押し、結果的に妥協する形で両案を組み合わせることになった。カムデン・ヤーズに隣接する駅、ボルチモアライトレールとマーク・トレインが通っている1960年代以降に建設された球場は、アメフトとの共用型で、 多目的スタジアムと呼ばれるものが主流だった。建設費の節約が主な理由であるが、アメフトには最適でも野球には不向きであった。その理由は、急勾配でフィールドを俯瞰する高いスタンド、ロングパスやランなど常にフィールドを広く使うアメフトの観戦には最適だが、投手と打者とのマウンド間の勝負が基本となる野球の観戦には向いていない。フィールドの形状、フィールドを、 アメフト用の長方形に変えるためには移動式スタンドが必要だったが、これは足場が不安定なため観客には不評であった。また移動式スタンドを設置しないで野球とアメフト両用にするとファウルグラウンドが広くなってしまいプレイの臨場感に欠ける。人工芝、玉足の速さやバウンドの強さが 天然芝のフィールドと大きく異なり、野球の質が本来あるべき姿からかけ離れてしまった、との批判が出ていた。選手の足腰への負担が増え、スライディングの際に火傷を負ってしまうことも問題だった。しかし1992年にオープンしたカムデンヤーズは、当時のオリオールズ副社長、ジョー・ホスが、 街とチームの歴史や伝統を生かしつつ、今のファンが見たこともないようなボールパークを作りたかった、と語った通りの斬新な球場だった。特徴は、レンガと鉄骨を組み合わせた外観、古き良き伝統と現代の芸術が見事に調和し、街に溶け込むようなデザインとなっていた。左右非対称のフィールド、野球場のフィールドが左右非対称なのは、街の中心部の限りある空き地に、 野球場が建てられていた時代の名残である。カムデンヤーズはそれを復活させた。他球場の途中経過、結果を表示するガイアフェンス、さながらフェンウェイパークのグリーンモンスターに設置されたスコアボードのようである。天然芝、管理、維持費用がかさむが、見た目の美しさや人工芝のデメリットの解消がそれを補ってあまり、ある。野球専用球場。 ファウルグラウンドが狭くなり、観客がグラウンドとの隔絶を感じなくなり、臨場感も増した。レトル回帰をコンセプトに、以上の特徴を兼ね備えたカムデンヤーズは、野球ファンに大受けし、オリオールズの観客動員は、前年比100万人増を記録した。その後、この新古典主義の球場は、クリーブランドやデンバーにも建設され、やはりインディアンスやロッキーズの観客は、大幅増。 以後、球場を建てれば客が来ると言わんばかりの新球場、建設ラッシュとなった。また、日本のマズダズーム、ズームスタジアム広島のコンセプトやデザインにも影響を与えた。ありがとうございます。